日清パワーステーション。Everybody, we've got to let you know the time has come for another show. Music magic in the air. A dynamite sound for all the shares. So break down, shake down. We gotta sing and shout. The time has come. We're spreading the word across the nation from the sound of Nissin Power Station. Nissin Power Station. 新春王さん。夢の共演。究極のロケットだが。盛り上がっております。すごい盛り上がりです。これは両方新婚さん、すごいです。また違いました。よい国民競技場、こちらでした。大阪城ホール、あ、こちらでした。酔っ払いだけさらすけがある。すみません、中間ご覧です。嘘です。 FM 東京のホールです。いや、先週に引き続き盛り上がってますね。以上です。すごいです。半蔵門は燃えています。いや、バックフースランプの皆さんとその仲間たちによる、もう新春特別のライブ、今日は第2弾です。第2弾です。今日も先週に引き続き俺たちの仲間をどんどん呼んできて、今日も盛り上がるです。遅れましたが、宮崎のり子です。さあ、まあ、2週目を迎えたわけですけれども、はい、今回のライブ、皆さん本当にこれだけのミュージシャン集めてくださって大変だったでしょう。はい、ミュージシャンの前のバックスが日清パワーステーション仲間、パワーステーションで盛り上がらなくて何で盛り上がりますか。それでは今日も第2弾、最後までごゆっくりお楽しみください。日清パワーステーション。この番組は、美味しさは世界の言葉、日清食品の提供でお送りします。先週に続いてお送りする新春オールスター夢の共演、究極のロックオーケストラがやってくる。今日は最初から強力なボーカリストが登場してまいりました。プロデュースのファンキー末吉さんは、このユニットの有り余るパワーをまとめるのに大変苦労なさったようです。ドラムス、バクフースランプ、ファンキー末吉。拍手。ベース、バクフースランプ、江川法人。ギター、千年米津知恵。ギター、レベッカサポート、これ長光一。パーカッション、レベッカサポート、中島小葉。パーカッション、ピンクからスティーブ・エイト。イエーキーボード、ピンクからホッピー神山。イエーイ。コンセクション、テナーサックス、パクフースランプ、サポート、黒石正宏。トロンボーン、トップスから工藤隆。出た。トランペット、トップスから寺内茂。トランペット、トップスから川崎純一。やったー。そしてボーカル、オスマン・サンコン。出たー。うっちゃん、なんちゃん、大川工業、わはは本舗、下本まさみ、おかげさまブラザーズ、金田ミーノ、レベッカのノッコ、そしてカール・スモーキー。すげえ。やります。曲はレッツゴートニー・ダニー。さあ、それでは張り切ってまいりましょう。せーの。みんなで飛ぼう。せーの。いや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 、すごい祈りですね。トニータニでございます。メリーハッピーニューイヤー。さあ、それでは行ってまいりましょう。張り切ってまいりましょう。 What's your name? すいません。 One, two, three. What's your name?Oh!
カールスモーキー石井選手、沸かせてくれました。さて、今の疾風怒涛のような賑やかさと打って変わりまして、今度は渋い魅力のベーシストが3人並びました。スーパーボトムライン、いつかこういうユニットを僕はやってみたいなと思いまして、友達2人に声をかけて、今日実現しました。イエーイ。まずはトップスのベース、ワッサータ達彦。最近はチョッパーにも目覚めてしまったというトンナンシャーペチョップ清水。そして超私バックスランプの笑顔法人でお送りいただきます。はい、ではスーパーボトムラインでスペイン聴いてください。Thank you.
による共演という初の試みでしたが、お見事。さあ、今度は新春にふさわしくかなりおめでたい雰囲気が漂っております。三味線も登場いたしました。ミオファンクセ
お祭りが好きそうな方たちばかりを集めたという噂もあるユニット民謡ファンクセット、いやー血が騒ぎましたね。さて変わっては江川法人さんのプロデュースしたペコラミルキーバンドというユニットです。やってきました恐怖のユニット、いざ千年個別の知恵ちゃんです。江川法人クラブレベッカ小田原豊かキーボード猫に噛まれた猫に噛まれた桑田バンドの小島さん、パーカッションレベッカ中島も、そしてボーカル恐怖のノッコー、名付けてペコヤミルキーバンド大魔さジャニーズジョプリンムーブオーバー。それではですね、サンコンさんのですね、ワンマンショーということですね、わずか時間にして1分もないという これやるの、どうぞ。
皆さんは三根さんのことを待っています。早くさあ今回さあ今回あすいません、モノホン本場仕込みです。あもしんだよ。オーケストラがやってくる、ね、いよいよ佳境に入ってまいりました。ステージにはベテラン鎌谷津博さんが登場しましたよ。プロデュースのサンプラザ中野さんも鎌谷津さんを前にドキドキというような顔をしています。さっきより乗っていくぞー。 OK everybody next band member is ギター鈴木健二、ベース横田透明、ドラムソーダ笑い歌がフロムレベッカー、ドラムスワーキースウェッシュバックスラム、キーボード小島よしのぶ、テナサックス金子にみつる流の組、テナサックスチーム広石ルッキー、コーラス山際よしこ、縦のエリコトップス、ボーカルギター鈴木トールルッキー、ボーカルサープラズマガラオンタイケル化石、33000年の眠りから今復活、ボーカルギター鎌谷津博士、鎌谷津ブルーズバーレバーレーバーバーバー
パワーさすがですね。さて続いて登場したのはなんとも初々しいですね。皆さん上がってるような表情をしています。それもそのはずミュージシャンではないんです。恐怖の漫画家バンドだらドラムドラムスドラムス小田原豊かベース湯川透明ギターパパラカワイボーカルキーボード西明グリーンボーカル岡田幸男ボーカル小林理子そしてボーカルに江口久志曲はカナダからの手紙ブワンクブワジャいや今流れてるのはですねもう全部終わった後にですね出演者がなんかゾロゾロ全員出てきましてね、はい、でもういきなりジョニー・ビーグッドをやり始めたというねそういうなんか状況なんですが、そういうもう佳境の状況なんですけれどもね、はい、終わってみていかがですか。皆さんもそれぞれプロデューサーとしてお一人お一人すごいご苦労があったと思うんですけど末吉はですねあのなんといってもね電話代ですねすごかったの3万から5万は使ってますね電話代でも電話が好きなもんで僕よかったね楽しかったね、はい、すごいダイヤルダコできてますから指先にいやもうあの本当にあのザクバランのやつからねあのシャイなやつまでやっぱなんか人間でみんなアプローチが違うなっていうか生き方違うなっていうけどもやっぱりなんか音出しちゃうと同じステージに立つとなんか通ずるものがあってね、で特に僕谷圭さんのユニットとかやらせてもらったんですけども昔撮った杵塚とかそういうんじゃなくてあの人は本当にまだ元気ですね、うん、すごいパワー持ってて、うん、でなんか本当あの人って音楽の幅を広げてくれた元祖だと思うんですよ日本の中でね単にコミックバンドって片付けないで、うん、そういう意味でね大先輩のその現役のパワーを吸収できて僕はすごく勉強になりました、うん、もうそのプロデュースの方にばっかり一生懸命でご自分の名前も言うことさえ忘れてしまった今のは法人さんでした、うん、あどうもサンプラザ中野ですがそうです僕はね A 列車の日本歌詞を書いたんですよね、うんで歌ったんですよね。おお面白いですね。うんやっぱりねポンタさんとかね。うん、村上秀一さん、うん、ドラムス。あのまあ谷圭さんもいましたしね。うん、あれだけのメンツでですね。私の作ったくだらない歌詞ですね。あの歌詞良かったよね。歌うっていうのは私はですね快感でした、ね。ちょっと自虐的だね君。あそうかな。でもあれ嬉しかったですね。
河合ですけど、僕もあのその A 列車あのアコースティック弾いたんですけど、みんなああいうなんてフルバンド、まあ、僕一人だけそういうの未経験者で、はい、やらせてもらってすごいいい勉強になりました。もうついていくのはね、あの精一杯だったんですけど。じゃあ最後に沙耶さん知りに来たこと、ないです。音楽会始まって以来一歩を記しました。はい、ということで本当にバックスラブの皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。カップヌードルトムソーヤインタビュー。作詞家の秋元康さんにトムソーヤについて語っていただきました。時代の詐欺師秋元康です。トムソーヤっていうのはですね、常に僕のベースにあったものだと思うんですけども、いつもなんか未知なものとか隠れ家とかどっかに冒険に行くっていうのが非常に好きで、小学校ぐらいの時かな、家の近くに隠れ家を作ろうと思って、友達と延々2ヶ月ぐらい穴掘ってですね、近所の人たちに大目玉を食らったことがあるんですけど、その時の穴を掘り続ける力みたいなものが、例えば海外旅行へ行くとか新しい仕事にチャレンジするとか、いつもなんかそういうワクワクさせるものに対して貪欲になったんじゃないかなと思うんですね。ニューヨークでビッグリバーっていうブロードウェイのミュージカルがあるんですけども、それを見た時も、ああここになんか僕の原点があったのかなっていう、それを非常に強く感じまして、もう一度読んでみようかなと思ってるぐらい、そのトムソーヤっていうのは好きなものです。ですから僕が結婚して、子供を生まれたら、まずトムソーヤの話をしてあげたいなと思ってます。おーい、トムソーヤ。カップヌードル。さて、新春オールスター夢の共演、究極のロックオーケストラがやってくる。締めくくりは、今回集まってくれたアーティストの皆さんからのとびっきりのプレゼントです。ステージでも披露せず、スタジオでみんなが一声一声心を込めて歌い演奏しました。メンバーはバックスランプの4人の方、トンナシャッペの久保田洋二さん、千脇真由美さん、世紀末からデーモン小暮さん、新田一郎さん、トップスからよしこさん、三井正弘さん、エリさん、子供バンドから宇治木剛さん、バブルガンブラザースのトムさんとコーンさん、関口誠さん、宇宙天からケラさん、天宮亮さん、銀子さん、久本雅美さん、レベッカからノッコ、長代千草さん、オスマンサンコンさん、ルックから鈴木徹さん、キンタミーノさん、大川工業、コメコメクラブからカールスモーキー石井さん、鎌谷津博さん、うっちゃんなんちゃん、そして谷圭さん、計30人、それぞれの個性が発揮されています。どの声がどの方か、皆さんじっくりお聞きください。ユニット名は決定全日本スーパーグランドロックオーケストラ。プロデュースはもちろん爆風スランプです。究極のザ・ピーナッツメドレー。
りだけ。振り向かないで
曲のロッケストラがおしまい。もう最高の一言に尽きます。さて来週のこの時間ですが、ザ・プライベーツの登場です。泉谷しげるさんをゲストに迎えて楽しいスタジオライブをお送りします。どうぞお楽しみに。ご案内は宮崎のり子でした。それではまた来週。日清パワーステーション。この番組は美味しさは世界の言葉、日清食品の提供でお送りしました。